なぜだ、なぜ。見にくいな。なんだそれは。その膨大な魔力は。遊びは終わりだ。噂だけでなく、全てをもって闇の前に、私は無力だった。だがこの少年は、ミリ、ただの盗賊にしては強かったな。まあそんなわけで今回の救出作戦は終わった。姉さんは拘束を解いておいたら、次の日ご機嫌斜めで帰ってきた。あの人やたらしぶといね。怪我も一晩で大体治ったし。それから療養やら事件の調査やらで一週間ぐらいゴタゴタした後、姉さんはオートに出発した。その一週間、なぜかやたらと構ってきてめんどくさかった。アルファたちはなんだか盗賊団の調査やら残党処理やらで忙しそうにしていた。ああ、盗賊じゃなく教団か。まあ呼び方がどうであれ、結局ただの盗賊なんだけど。しかし盗賊団の赤目のおっさんは逸材だったな。ならば潜ろう、どこまでも。とか、まさに影の実力者って感じのセリフが出てきたのも、ひとえにあのおっさんのおかげだ。名脇役として雇いたいぐらいだった。そして見事、影の実力者を演じきった僕と、とっさの状況に対応したアドリブ力は必見だった。観客がいなかったのが残念で仕方ないが、それもあと2年の我慢だ。2年後、僕もオートに行く。オートだ。あのオートである。いいなあ。オートはこことは比べ物にならない大都市だ。この世界有数の大都市。この国では唯一の100万人都市。絶対主人公ポジションのキャラがいるはずだし、ラスボス的キャラもいるかもしれない。そして、こんな地方では起こり得ない事件、陰謀、抗争。そしてそこに乱入する影の実力者。ああ、それを思えば今の僕なんて所詮盗賊ボコって生きってるだけのカエルだ。僕の物語はまだ序章すら始まっていないのだ。
まあ2年後には行けるから、それまでアルファたちに頑張ってもらえば。2年後に備えてさらなる力を求める僕のもとに、ある日アルファたち7人が集まった。何でも教団の調査やら呪いの研究やらの報告がしたいようだ。シャドウ、私たちはあなたのもとを離れる時が来たわ。お別れよ。このすべて今かけて、ただ理想に届くまで、この手伸ばして、ちょうどいいところで会えたわ。実はあなたに相談したいことがあったの。組織とかみんなのこととか考えることが多くって、本当は私がちゃんとするべきなんでしょうけど、あなたになら頼ってもいいわよね。ありがとう。行きましょう。話したいことがたくさんあるの。